こんにちは。今日は快晴の乗鞍高原です。今日は平日ですが、ちょっと土日はですね、駐車場が混み合いますので、平日に善五郎の滝を見に来ました。このところですね、かなり気温が低い日々が続いております。今朝も、私が住んでいるところで、マイナス14度でした。今日は1月31日、火曜日ですね。滝が完全凍結しているかどうか、時期としては一番いい時期ですね。ではこれから滝を見に行きます。善五郎の滝の、橋のところまで来ました。ここまで来て滝の音がしません。ということで完全凍結でしょうね。あ、多少してますね。これがですね、かわいい、雪の綿帽子ですね。形状が毎年変わります。今年はまるでキノコのようですね。では行ってみます。さあどうでしょうか。今年の善五郎の滝の凍結です。内部は凍ってませんね。表面はすべて、凍りました。ご覧のようにザイル張ってるってことで、クライミングする方がいます。あ、実際今クライミングする方いますね。私は夏結構来ますけども、ほとんど撮影してないので、冬ですね、今の時期のやつを撮影して皆さんに配信しております。ここの雪のか、氷の形もですね、毎年変わります。昨年は結構丸っこかったですが、今年はですね、角張ってますね。では接近してみます。高低差約30メートルの善五郎の滝ですけども、氷結しますと見え方としては約20メーターです。今ここ歩いているところは実際滝壺になります。どうでしょうか。全体的には角張ってますけども、部分的には丸っこくなってる印象がありますね。唯一水が流れてるのはこの部分、滝の左側だけです。クライミングやられる方がですね、今体勢を整えていますね。滝の反対側はこのようになっております。今年は本当に寒いので、安心して
滝壺のところで撮影できますね。今年はですね、昨日ですね、昨日も雪が降りましたので、雪の造形美も一緒にご覧になってください。綺麗です。これからですね、クライマーが登ろうとしています。この動画を、多分見てくださる先輩もですね、ここに来て登りたくなるのではないのかなと思います。少しですね、遠目から撮影してます。クライマーの方がどのように登るか分かりやすいと思います。一般的に乗鞍のですね、前後の滝はこの右側ルートですね、毎年クライムしてますね。まあ右側の方が安全ということでと思います。今、乗鞍岳と前後の滝が一望できる展望台で撮影しております。展望台から見える前後の滝はこのようになっております。クライマーの方が今中腹で、多分一番これから壁ですね、一番難しいところをトライしようとしております。以上、乗鞍満喫でした。今日は前後の滝、冬のですね、前後の滝をメインに撮影しました。ではまた。